チャオ、あっちゃんです。今日はね、久々にね、ちょっとメイクをしようかなと思ってね、ずっとメイクしてなかったんけども、メイクをね、100均だけでしようかなと思ってセリアで買ってきました。何を買ってきたのかっていうと、ファンデーション代わりに簡単美パウダービューティーフェイスパウダー、ちょっと一個ずつまた後で、ね、紹介していきます。で、チーク、パウダーチーク、ホワットピンクで、なんだこれ、ホワットピンクで透明感、パウダーチーク、モーブピンク、はい、それと、アイシャドウ、質感もきらめきも異なる4色の極上グラで、印象も眼差しへ、印象的な眼差しへ、プリズムアイシャドウ、それと、アイブロウ、ちょっとね、茶色い系のアイブロウで、ちょっとね、茶色い系のアイライナー、ミルキーグレーの茶色、茶はグレー、グレーのアイライナー、以上ね、5点、500円であっちゃんがどれだけ変わるのかっていうね、その企画でやっていきたいと思います。まずね、このね、ファンデ代わりにサッとしておるビューティーパウダー、もうファンデをね、使わない、あっちゃんも、ファンデなしでいけるんちゃうんかなって自分で思う、結構肌はいい方なんでね、はい、でこれをね、使おうかなと思ったら、そう、あれがないのよ、これが。だからこれはちょっとね、家にあったやつ、こんな色ね、これを使っていきます。ビューティーパウダーナチュラル、まあこれをね、本来ね、筆があったから、ね、筆もみんな向こうに置いてきたからね、ちょっとこれ広げていきましょう。ね、これでもね、肌の色が結構綺麗に染まるね。なんかね、毛穴を潰すっていうやつ持っててんけど、なんか白かったね、めちゃくちゃ白かったからね、鈴木ストロークやったらあかんから、それ買わんかったけど、またもしかしたら試すか、まあ100均でね、どこまでいけるのか、ちょっとね、筆もね、ちょっと捨てられてなかった、持ってこよう。で、アイライナーを入れ、アイメイクを入れるのにね、はい、アイシャドウのチップをね、この前買ってんけど、どっか入れてもらってね、ここかな、模型用にね、アイシャドウのチップを使うのにね、前回のお買い物で買ってんけどね、どっかやっちゃったんで、まあいいわ。はい、まず、あっちゃんの苦手なアイライナーをいきましょう。どっちがアイライナー、これがアイライナーか、もうね、目が見えへんで、まっちゃう、アイライナーいきましょう。じゃあシャドウ先か、いかにメイクしてるのがバレてもね、アイシャドウね、アイシャドウね、チップで抜きたかったんやけど、チップがないねん。さすがに模型用のチップ使うのはね、困っちゃうんで、どこかな、どっかにシャドウないかな、使えねんけどな、いいや、まあ、こんな4色やね、ちょっとどう使おうかな、ラメをちょっと後輩に入れて、
ないの。アイライナー入れるのがね、苦手ね。下手はねえから。まあでもね、マツエクしてるから、アイライナーとかもいらんねんけどね。これね、アイライナー入れるとね、また目力が出る。次6までできるか。結構ね、マツエクして長いからね、メイクがしにくかった。いらんちゃいらんねん。やりすぎた、やりすぎた。こっちも やりすぎちゃう。左目がすっごい目力で、あとはこっちもちょっとやりすぎる。こういう足し算がね、ダメなのよ。やりすぎてもちょっと右と左とちゃうけど、いや、これもあっちゃうのね。それで、アイブロウ、ちょっとね、アイシャドウがかけなしすぎるかな。やりすぎたかも。で、最後にチークをね。チークもね、ないよ。まあ、これは縫うやつもね。よいしょ。だからね、白いな、このチーク。ピンク。はい、ということでね、メイク完成です。やねんけども、口紅がね、何、100均の口紅やね、さすがにちょっと怖かったんで、口拭うんで、ちょっとあれ、買ってきゃへんかったんでね、口紅はね、家にあって使いましょう。これでね、あと髪型セットしてお着替えしたら完成。この後、お着替えします。はい、ということでメイクできました。ということでね、こんな感じのコーデでね、お出かけしましょう。こんな感じです。はい、では行ってきます。今日のあっちゃんのメイク良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ちなみに今日使ったコスメは5種類、セリアで1個100円で500円のコスメで、こんな感じです。口紅はオプションです。はみ出してごめんね。